久保建英のペナルティエリアへの侵入、ファイナルサードへの侵入、ファイナルサードへのパスのスタッツを紹介します。数週間前に投稿したこの動画に、この3つのスタッツはチーム力の差や保持率の差が出てくるため、ラリーなのに強とそのまま回数を比べるのは少し違う気がするとの指摘を受けました。おっしゃる通りだなと思いましたので、少しデータを改良してみました。22-23 シーズンの各チームの平均ポゼッション率はこのようになりました。やはり2強とは大きな差がありますね。それでは早速スタッツを紹介していきます。まずはファイナルサードへのパスについて、純粋な回数としては前回紹介したように久保が一番少ない結果でした。そしてこの数字をミドルサードのタッチ数で割ると、ミドルサードでタッチした時にファイナルサードへパスを通す確率が出てきます。確率を出しても組み立てのパスという意味でも久保が一番低い結果となりました。タッチの割合からもわかるように、ロドリゴは組み立てに参加するタスクを任されることが多いので、この数字は納得かなと思います。久保自身も代表ではインサイドハーフをやりたいようなことを言っているので、攻撃の組み立ての参加も来季は期待して応援したいですね。続いてファイナルサードへの侵入について、こちらも純粋な回数としては久保が一番少ないデータが残っています。この数字を先ほどと同様にミドルサードのタッチ数で割って、ミドルサードでタッチした時にファイナルサードへの侵入する確率を出しました。こちらもロドリゴが飛び抜けていますが、ハフィーニャよりは久保が高くなりました。先ほどのパスの確率も考慮すると、パスで組み立てに参加するハフィーニャ、持ち運びでチームを押し上げる久保と言えるかもしれませんね。どちらにしてもミドルサードでのタッチ割合が多いロドリゴが多くなるのは当然といえば当然かもしれません。代表のことを考えれば、久保にも組み立てにどんどん参加していけるタスクを割り当ててほしいところですね。最後にペナルティエリアへの侵入について、こちらはランキングで上位10人が出ていたので少し人数が多めになっています。ご覧の通り回数も確率もビニシウスが圧倒的でした。久保は回数で見れば5位、確率で言えば見れば6位という結果になりました。徹底的に対策されているビニシウス、ロドリゴでもこのくらいの数字を残せていることから、久保がさらに怖い選手になるためには、終盤戦のアトレティコでされたような対策を練られても自力でペナルティエリアに侵入できるようになる必要があるかもしれませんね。 23-24 シーズンがすでに楽しみです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。